プロ野球。それは人々に夢と希望を与え、自分自身がスターになれる存在。しかし、そんなプロ野球もオーナー次第では大きく変わる。オーナーがチームを強くするために金を使うか、それとも経営のためだけに球団を持っているだけか。今回は後者。金のためだけにチームを持っており、チームの勝敗に興味のないオーナー。才川恒雄。銭勘定で球団経営をしているオーナーの目の前に、ある男が立ちふさがる。特地とはだ。あんたがオーナーの才川。ああそうだとも。君が特地くんだね。うちのチームの選手が連れてきたっていう。そうだけど。まあまあ、ゆっくりしたまえ。それじゃあ遠慮なく。はっはっは、破天荒だね。でもプロでやっていくとしたらそれくらいがちょうどいい。ただし、君は特例としてテスト入団したプロだ。つまり、我々が欲しくて取った選手ではない。その辺は勘違いしないでほしいね。だから、契約金というものは出ない。わかるよね。今年の年俸だが、こういうのは実績に応じて支払うもの。君は中学高校実績なし。唯一あるのが掛け野球で499勝1敗。こういうのは実績とは言わんがね。いらねえよ。年俸とか契約金とかはいらねえ。仕事した分くれればいい。仕事した分。ワンアウト500万。な。俺が試合で一つアウトを取るたびに、あんたは、俺に500万払う。ただし、俺が失点したら、1点につき、あんたに5000万支払おう。ほう。ワンアウト単位の出来高払い。ワンアウト契約ってわけか。乗った。その話。契約は今日からだ。それじゃあよろしく。ふふふふ。ジェッター切れる男かと思ったが、バカな男だ。オーナー大丈夫ですか？おや、ここにもバカがいるな。タイトルを取れるほどの選手でやったとしてもプラマイレー。あんな粗大ゴミがいい成績を残せるわけないだろ。ふっふっふ。手を煩わせることなく処理できるな。従順な犬にしてやるよ。ということで今回の契約の内容を確認する。今回の契約はワンアウト契約。特地がアウトを一つ取れば500万。しかし登板中に1失点するごとに5000万を失う。シーズン中の成績から年俸の計算を行う。今回のペナントの収益はこのように設定。特地が契約更改時にマイナスになる。もしくはオーナーが契約更改時特地に年俸を払えない。こうなったら終了。マイナスになった方が敗北。自球団のオーナーと特地の勝負である。他の選手の年俸を変えることは禁止。球団は希望金額を提示する。それで流行っていこう。それでは早速1年目を見ていこう。1年目の特地の成績は投球回186プラス2、失点は44。計算するとこのような結果になる。1年目の年俸は6億。今年の収益よりも出費を抑えることがなんとかできた。一方オーナー側はこんな感じ。43億からチームの年俸、ドラフトで3名の選手を指名。それにより所持金は11億7700万。まだまだ勝負はわからない。では2年目を見ていこう。2年目は投球回179プラス2。失点は20。計算すると年俸は、16億9500万。ペナントの使用上10億までしか払えないので、残りの1億9500万は次回に繰り越し、今年はオーナーにとって最大のダメージとなった。一方才川オーナー、今年は収益が多く入り合計50億あったものの、繰り越しを合わせれば残り7億円に、選手の希望年俸は下げられないため、来年が危ぶまれる。慎重になりすぎたため今年のドラフト指名はなし。今年も特地のリードで終わった。そして3年目。特地は188プラス2。失点が30。前回の繰り越しと合わせて年俸15億2500万。10億を超えたため、払えない分は他の選手に渡した。一方才川オーナー。42億7000万ほどの収入を得たが、選手の支払いに消えてしまい8億2000万に。さらに内野と投手の補充のため3名をドラフトで指名。7億2000万となってしまった。収益が30億だとしたら、非常に危なかった。次に4年目を見ていこう。4年目は投球回数228プラス1。失点39。計算すると14億7500万。今年は上限を超えず支払えそうだ。一方オーナーは今年の収入が40億いかず。そこから選手に支払い、ドラフトで2名を指名。残り5億4000万になってしまった。来年の特地の成績と、球団収益によって、オーナー権を剥奪されないかがかかってくる。しかし、次の年である5年目、特地の投球回数223、失点29、計算すると、年俸20億。一方オーナーの収益は40億7000万。
特地に年俸20億を払おうとするも、2億7794万足りず、ここで年俸が払えなくなったため、特地が西武ライオンズを買収、自身がオーナーになることになった。ワンナウツ契約。それは人によっては悪魔との契約。今回はそんなことを感じ取れた。以上でこの動画を終了させていただく。ではまた次回の勝負。